忌まわしい記憶とともに。月のアナハイムエレクトロニクスに向かったアムロはチェーンアギと合流し、自身が基礎設計を行ったニューガンダムを受領する。ニューガンダムにはサイコフレームが使用されていた。サイコミューを応用したその技術は飛躍的な性能向上を可能にしたが、出どころが不明な点をチェーンは危ぶむ。一方シャアは地球連邦政府高官と秘密交渉を行っていた。小惑星アクシスの譲渡を条件にネオジオンは武装解除に応じるというのである。無論武装解除の申し入れは偽りであった。シャアは投降と見せかけて連邦軍を奇襲、多数の核兵器とアクシズを強奪する。核兵器を満載したアクシズを落とし、地球を人の住めない星とすることで強制的に全人類を宇宙へ移住させる。アムロは会談後のシャアと偶然出会い、シャアの変説を激しく責め立てる。俺たちと一緒に戦った男がなんで地球潰しを。地球に残っている連中は地球を汚染しているだけの重力に魂を縛られている人々だ。世界は人間の絵を全部は飲み込めやしない。人間の知恵はそんなもんだって乗り越えられる。ならば今すぐ愚民ども全てに英知を授けてみせろ。貴様をやってからそうさせてもらう。アムロはシャアを取り押さえようとするが、今一歩のところで逃がしてしまう。さらにシャアに同調した政府高官の娘クエス・パラヤが彼のもとへ身を投じる。シャアを追いアクシズへ急行するロンドベル部隊。しかしシャアの部隊はすでにアクシズに取り付き、その核パルスエンジンを始動させていた。アクシズ、行け。忌まわしい記憶とともに。ついに地球へ向けて移動を始めたアクシズ。アムロたちロンドベル部隊はアクシズを止めるため出撃する。第2波出てくれ。艦隊の援護は現状で十分だ。頼む。ガンダム出るぞ。ケラ、とっておきのサラダ作っとくからな。愛してるよ。イガジー行きます。なんて言った。渡すもんか。まだ私をいじめんだ。大佐、この力使わせないと。援護頼む。任せろアムロ。アクシズを止めろ。動けるのは俺たちだけだ、ブライト。ああ、ヘウスナム向こうへ回り込んでミサイルを撃つ。援護を頼むぞ。
強化人間、艦隊の足を止められなけりゃさ。任せろ、アムロ。それじゃないか、チョコバカと。なんだ、被弾だと。方向を割り出せ。狙撃か、ならアクシズからか。だいぶ調子良さそうじゃないか。一気に叩く。ブライト、援護頼む。任せろ、アムロ。同時に攻撃開始。敵モビルスーツの接近に注意せよ。この後も守備を固める。よし、ミサイルを撃て。あそこだ、大佐。あんなところに隠れて。クリス、
ベルのモビルスーツ、ミサイルか。こいつら核ミサイルじゃないか。バンネルたち、一番熱量の高いミサイルだ。当たれ。すごい、ユネーが敵の核ミサイル群を阻止してくれた。あれが強化人間の仕事だ。この飛行機、一機で艦隊を潰す魂胆か。何？ケラ？何なの？宣伝じゃないの？ケラ待て、一人では危険だ。任せろ、アムロ。それ以上動くな。抵抗すればこのモビルスーツのパイロットを殺すぞ。ケーラ、ガンダムを放棄すればこのパイロットを返してやる。私に構わずに。やめろ、パネルを外す。ふざけるな。放熱板が何だってんだ。アムロは殺せ。アムロ、このギュネーガスの警告を無視したか。戦場のすべての動きを感知している。アムロ、ケイラが。アストナージ、来ないでくれ。見ちゃダメだ。ケーラ、アムロ。
ハンネルが敏感すぎた。ストレートに防御に働いて、僕のファンネルのコントロールも悪いが、シャアがいるからだ。奴を仕留めなければ死にきれるもんじゃない。そんな不吉なこと言わないで。覚悟を言ったまでだよ。